ちゃめちゃな SF 映画バトルシップ宇宙との交信を試みた結果、異星人襲来、バリアを張られ駆逐艦と護衛艦3隻が孤立、圧倒的な力に打つ手なしかと思われたが、案外脆い装甲で現代の兵器が通用する。それに戦艦ミズーリも参戦、山では異星人と殴り合い、バカでかい異星人の艦相手に駆逐艦が立ち向かい、ぶっ壊す姿は爽快、むちゃくちゃだけど迫力があって面白いから問題なし。何も考えず SF アクションを見たい人はぜひ。